プロのプロ野球ニュース。君は西武ライオンズ、辻初彦監督を知ってるか？ワンバンコ無料です。西武ライオンズ、打ちますね。あー、羨ましい。てか、西武の辻監督は、佐賀県小城市出身。おうおう、おうおう、大駅。これはツイストの佐賀。小城といえば誰でも知ってる小城洋館。てか、辻さんは25歳の時にドラフト2位で西武入り。1位は渡辺久信さん。35年前のことだよ。今は SD と監督という立場。辻さんといえば1987年、巨人との日本シリーズだよね。クロマティの緩慢な守備を見て、一塁から生還したり、泣いてる清原選手を慰めたり。てか、意外と知られてないのはヤクルトにいたこと。おだまり放置、お口チャック。中日の二軍監督時代には、ファーム日本一になったでやんす。てか、現役時代、二塁の守備はすごかった。ボールが吸い込まれるようにグラブに収まったんだね。でも、犬は捕まえられなかったようです。てか、今年は日本一になってください。ねえ、マルコメ君。